どうもハイメットです。今回はハロプロ研修生のファーストアルバム1レッツセイハローがハロータの必需品だというお話をしていきます。これね、約3年前ですか、2014年に発売されたハロプロ研修生のファーストアルバム1レッツセイハローなんですけども、もう買ってよかった CD ランキング3年連続1位になるんじゃないかという勢いで、もう神アルバムですね。冗談抜きで毎日聞いてますから。これ放送とかでメットさんのおすすめ CD 何ですかってよく聞かれますけども、迷うことなくこれだと言っております。そんな恐るべきこのアルバムのね、良さを今日は語っていこうと思います。一応モータの私がなぜここまでこのアルバムを推すのか、その理由はズバリ経年変化によって魅力の増加が著しいということですね。わかりやすく言うと、すごいスピードで曲の良さが増していってるということなんですね。そこにはストーリー性というものが大きく関わってくるんですけども、やっぱそのハロープロジェクトって楽曲を歌い継いでいくことで深みが増すっていうところがありますよね。で、特に卒業のシーンなんかはその大きなストーリーが生まれやすいですから、そこで披露された曲っていうのはもう良さがぐんと増すということですね。で、最近で言うとアンジュルムの友よなんかはもうメンバーを送り出すたびにどんどん魅力が増してるなというふうに思うんですけども、そういったストーリーによって曲の魅力が増すという点ではもうこのアルバムが最強なんですよ。最強なんです。これハロプロ研修生っていうのはすごい変化が激しいですから、もう見に行くためにストーリーの嵐なわけですよね。で、そんなステージで必ずと言っていいほど披露されるこのレッツセイハローの楽曲たちね、もう披露するたびに付加価値がどん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 、しかもすごいスピードで乗っていく、もう秘伝のタレかと。ちょっと見てほしいんですけど、このねジャケット、今こんだけいっぱいメンバー映ってますけども、今研修生残ってるのはこの井上ひかるちゃんだけなんですよね。他のメンバーっていうのは、まあ、研修活動終了だったり、まあ、デビューするなり、様々な形で、このハロプロ研修生を去っていったわけですよ。ということは、それだけのストーリーがあったということね。で、ただ一人残っている、この井上ひかるちゃんも、もう今や研修生のリーダーをしてますから、そのリーダーという立場で、新たなストーリーをまた上に積み上げようとしている、今この瞬間、見逃せないぞということですね。もうこれを今すぐ買えとおすすめしてるわけですけども、じゃあダウンロード版で買うわっていう方いると思うんですよ。これがないんですよね。しかもこれから配信される見込みもぶっちゃけないと。やっぱその研修生ってコンテンツがね、あのメンバーとの契約上ちょっと難しいところがあるから、まあ、これから新しく出た研修生曲に関してはどんどん配信化されていくんでしょうけど、これはねちょっと微妙なところですね。もう迷ってるなら版を買えということなんですけども、私もちょっと我慢できなくて買っちゃった人なんですけども、でも全然後悔してないですね。もうこれが棚に並んでるところを見るだけで毎日ハッピー。この1のロゴもね、なんかこうパソコンの電源ボタンみたいで、全てはここから始まるみたいな、すごいいいですよね。とにかく最高すぎるこのレッツセイハロー、私はこれと一緒に墓場に入ろうと思いますので、皆さんもぜひね手に取ってみてください。これは最高すぎます。